はい、お疲れ様でした。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。おかげさまで楽しくやらせていただきました。よかったです。素晴らしい演奏でした。ありがとうございます。信正さんとはよくやってらっしゃるんですか？そんなよくでもないんですけど、昔からよく知ってて、でね、何年前だろうかな。2年ぐらい前に、なんか、玉谷君と信正君とトリオっていうので、やってほしいっていう、なんか、プロモーターっていうか、なんかそういう方がいらっしゃって、ちょっとプチツアーみたいなのやらせていただいて、で、あとは、時々ではやるぐらいですかね。あ、そうなんです。ちょっと今回やるにあたって、どうだろうな、3ヶ月ぐらい、3ヶ月、3、4ヶ月ぐらいだと思います。はい。なるほど。はい。ありがとうございます。素晴らしいプレイヤーだ。素晴らしくできました。ありがとうございます。僕は、なおさんの、なんていうんですか、六巻編成のバンドを、はい、お世話になってます。お世話になってます。はい、ありがとうございます。どのくらいですかね、もう、かれこれ。結構入ってる、結構なんでね。3年ぐらいか。経ちますかね、3年はやってると思うんですけど、今日は、そのいつもやってる会場の、そうですね。ABC の演奏で。はい。いや、なんか、そのバンド、あのバンド自体は、どのくらい、うん、いや、でも、タックも入る前1年ぐらいじゃないかな。ああ、そうなんですね。うん、割と、まあ曲と4年もやってんだね。偉いね俺ぜひ続けてくださいよ。思います。はい、なんかそうですね、僕もあんまりその大きな編成っていうのはそこまでやってるわけではないんで、まあ月1回とか2ヶ月に1回とかですけど、アレンジもやらせてもらって、はい、素晴らしいアレンジを。いやいや、いい機会をいただいております。ありがとうございます。頑張ってます。またいろいろ地方に行く機会とかも、そうですね、予定ができて、そうですね、去年あたりからね、このコロナにもかかわらずそういう機会をいただくことができまして、少しずつ頑張っていきたいと思いますありがとうございます、はい、なんかこうコロナもありますし、うん、いろんな活動を展開していく中で、うん、小直さん自身もいろいろ考えてらっしゃるんだろうなっていうのを拝見していて、なんかおちおちね、YouTube とかも、うん、そうだね、されてるのを見てるんですが、そのあたりは、まあね、だからやっぱり、まあもちろん生が一番いいんだけど、まあね、やっぱり地方の人に見てもらえるとか、そういう、まあ将来的にはね、世界の人とつながれるかもしれないし、あとは残しておけば30年後の人が見てくれるかもしれないし、まあそういうので、まあそっちはそっちで、まあ今ね、そのライブが少ない分、少しそっちの方に力を入れてもいいのかなっていう感じでやってますけど、まあわかんないですけどね、どうなるかわかんないけど、まあやるだけやっとこう、そうですよね、まあ結局それができるのであったら、やらない手はないっていうか、もう若い人は絶対そう思ってると思うけど、そうですね、僕らぐらいの年だと多分二手に分かるけるか、めんどくさい方っていう方が多いんだと思うね、多分、そうですね、まあそういった意味で、自分たちで撮れない人も撮れ、なんか映像残せたらいいなっていう思いもあって、ジャズサミット東京やってるっていうのもあるんですけど、まあ素晴らしい試みだ。いやいや、ありがとうございますそうですね、そうですね、なんかありますか、聞きたいこととか話したいこととか。なんかやっぱりこうタックの中に聞きたいのは、そのやっぱりタックなんかそのね、その若い、もちろん若い世代だけど、いろいろベテランの方とか、お付き合いとかもあるし、はい、全体的にいろいろそのプロデューサー的な、まあ、この番組もそうだし、今度ね、中野の、あ、そうですね、ジャズフェスのプロデューサーをやられるということで、はい、シーン全体を見てらっしゃる方だと思うんで、そういう方から見てこう、なんだろうな、こう世代のそれぞれの違いとか共通点とか、いいこととか、なんか、その辺のお話をタックに聞きたいなっていう感じですね。そうですね、やっぱり、やっぱ共通するところと、はい、そうでないところとあると思ってね、そうですね、やっぱり人にもすごくよりますし、
そうですね、うん、まあ、すごく難しい質問ではあるんですけど、うんうんうん、まあ若い世代でもやっぱりその、うん、それが違うって思いすぎてて、それが違うっていうのは世代によって考えが違うって思いすぎてて、うんうん、やっぱ上の人とやってもつまらないとかっていう考えになってしまう人たちもいるから、うんうん、で僕はなんかそうではなくて、うん、まあ好きですし、うん、そういう人たちの音楽を聴いて育ったっていうところがあるんで、うんうん、まあそこになんかそういう人たちと一緒にできたらいいなって思ってやってきていてっていうところは大きいんですね。でまあそもそもやっぱりインターネットっていうものに対して僕たちはネイティブって言われるんですけども、生まれた時からそういうのが整ってて当たり前にそういうのをやってきてっていうのがあるんで、それがそうじゃなくてなんか僕らにとっては日常生活の一部でしかないから、それがギアを変えてどうこうっていう感じ、ギアを変えてっていうよりも、もうナチュラルになんかもう本当にご飯食べてお風呂入って寝てぐらいの感覚の一部としてそれがあるんですけど、多分上の世代の方はそうじゃない、横一緒って考えないですね。そうですね、上に行けば行くほどそうなんじゃないかなっていうふうに思っていて、でそれがまあ同じ話、人と話すコミュニケーションだったりするんだけど、うん、そのネットになると急に変わっちゃう人とかが割と、それはネットを使うメディアに、そうですね、なんか乗りたがらないとかとか、それもそうだし、ネットを見たがらないとか、あるいはその書く時もすごく攻撃的になってしまったりとか、うん、対面でだったらこの人こんなんじゃないのに、なんかそれすごい攻撃的になったりとか、メールとか SNS の投稿だと攻撃的になっちゃったりとかってするのは、おそらくそれって僕ら世代には少ないなっていうふうに感じてて、なるほどね、そこはやっぱり、その新しいツールとして別の、次元のものだっていうふうに捉えてるから、そういうふうになるんじゃないかなっていうふうには、そこは大きな違いとして感じますね。あとはもうちょっとこう、なんだろうな、こうやっぱり世代世代のこうな、欲求不満っていうとちょっとあれだけど、そのやっぱりなんていうの、溜めてる感情っていうのがやっぱあると思うんでね、はい、いやそれも感じますね、うん、やっぱり若い世代はそういうこう溜めてるなんか感情みたいなのはなんか少なく見えるけどね、俺なんか。ああ、それも僕の中ではなんとなく自分の中で答えがあって、うん、結局なんかやっぱり上の世代の方々って言い方悪いかもしれないですけど、うん、いい時代を知ってるからもっとあの演奏でお金が単純にライブしてもらえただろうし、だけじゃなくていろんな CD のセールしてる何にしても、なんかそのうまくいってたと思うんですよね。世の中は回ってて、世の中は上手に向かってて、そこが僕らはそもそもそういうつもりで始めてないから、からなんかこうお客さん来ないとか、なんかこう自分がうまいようにいかないっていうこと、スタートだから、なんかそこに対してストレスが起きようがないっていうか、フラストレーションがそこにはそもそもないっていうふうに僕は思ってるんですよ。なんかね、僕はそれタック言ってることすごいわかるんだけど、なんだろうな、あ、まあでもそうなのかもしれないね。だから、いやだからそういうこう溜めてる感情とか、その、まあ、例えばその今ある社会に対する違和感っていうのは、うん、きっと若い世代もあるよね。そんなありますね、それはね、もちろんそれはあるよね、ありますね、うん、そういう意味ではあまり変わんないかもしれないね。そうですね、だからあるけど、まあだからって言ってなんかこう昔と違ってっていうのは僕らにはないので、うんうんうん、それは今高井言ったことはすごいよ。なんかまあこれから変えていこうっていう意識は、まあ、僕なんかはすごく持ってる方だと思うんですけど、うん、でだからといって昔みたいにやろうとしても違うとは思うから、うん、なんか別の方法でもっと、うん、でもこう世の中にちゃんと届くような形で、うんうん、あのまあ今言ってしまえばジャズって、うん、ジャズを聴くお客さんに向けてジャズやる人がやってるところで市場が完結してるんで、うん、そうじゃなくてもっと
マスに向いたことをやるためにはどうしたらいいかっていう視点を、多分それは僕みたいにプロデューサーみたいなことができるできないじゃなくて、ミュージシャン一人一人が自分がなんかこうそこまで考えてなんかまあやっていけると、なんかこうちょっとずつ変わっていくんじゃないか、変わっていったらいいんじゃないかなっていうふうには僕は思いますよね。